栃木県立栃木高等学校は栃木県栃木市入船町にある高等学校。略称は栃木中。1896年設立の旧正栃木県人場中学校栃木文校を前身とする男子校。旧栃木県庁校内に設立され、現在も高知内及び高知東側に県庁堀が残る。かつて定時制の未教学だったが2005年度をもって、 平家庭となり、完全の男子校となった。2012年度より、文部科学省から s s h の指定を受けている。記念図書館1951年11月制定制定、作詞、大木厚を作曲、のり松ひろ硬貨の音声において、勇筆が、勇筆と歌われている。本来、古語においては、勇筆と読むのが正しく、また作詞者である。 大きい厚尾による原稿が現存していなかったため、1993年頃から、ゆうずつと歌うこととなった。ところが、かつての卒業生たちは、ゆうぼしと歌っていたこと、作詞者の他の作品の原稿では、ゆうぼしと読まれていたこと、さらに大木の原稿を元にした楽譜が発見され、そこに、ゆうぼしの読みがあったことから、改めてこの部分の読みを、ゆうぼしに戻したという経緯がある。 なお、当初は、歌詞の1番と3番が全日制向け、2番が定時制向けに作詞されたことを元校長が明らかにしている。2番の、有術に捧げばやについては、2006年に定時制が廃止されているものの、残る全日制が進学校であることから、宵の明星の時刻まで学業に励めという解釈で歌われている。年2回、 県立高校6校の生徒会役員が集まり、生徒会の意義や活動等について懇談する会へ参加している。本校を含め5校は固定メンバーで毎回参加し、第1校は5校以外の県立高校から選ばれる。括弧内は在職期間。ありがとうございます。